アキッテ・ベルトラーメは、イタリアのイラストレーター、画家である。イタリアの週刊誌、ラドメニカデル・コリエーレの表紙絵を半世紀にわたって描いたことで知られる。イタリア北部ビセンツァ県のアルツニアノで生まれた、ミラノのブレラ美術アカデミーで、フランチェスコ・アイエツやジュゼッペ・ベルティーニに学んだ、ポスター画家として出版社の仕事をした。28歳の時、同じ年齢の編集者、 ルイジ・アルベルティーニに誘われて、週刊誌、ラドメニカデル・コリエーレの創刊に参加した。第1号は1899年1月8日に出版され、それ以降1945年の2月号まで、表紙絵などを描き続け、その絵は社会的な影響力を持ったとされる。1945年にミラノで死去、ラドメニカデル・コリエーレの表紙絵の仕事は、 弟子のバルテル・モリーノが引き継いだ。ありがとうございます。